顔芸ですか。いきますよ。ダイヤモンドでどうやってなったんですか。バカラヤブラックで修行ですか。根性でポーカーです。ポーカーをめっちゃやったらランク上がっていくんで、 MGM 側でゴールドを持ってたらシーザース側でダイヤモンドを作ってくれるんですよ。これ逆も一緒なんですけど、だからどっちかでなったらどっちかもらえるんですよ。だから僕は MGM でゴールドになってダイヤモンドをもらった気がします。今それなんかステーキング、そのマッチングステータスちゃうな、なんかそんなんです。僕がやった時は、僕がやったエピソード言います。なんかある年にそれをやってて、ステータスなんとかっていうのをマネージャーさんに聞いたんですよ。そのゴールド作っといたらシーザースガーもダイヤモンドもらえますよ今年中やったら。僕あと今年あと20日ぐらいしかいないんですよね。20日で間に合いますかね。じゃあちょっとカード調べますねって言われてカード見たら、あと20日で280時間ポーカー打ったらなれますよって言われて、20日で280時間わし40代やぞと思って。でしかも最終日ってそのカード作りに行く時間とか必要じゃないですか。実際19日で280時間やんみたいな。いけるこれ。1日15時間ぐらいやんなとか思って、それ僕打ち切ったんですよね。1日15時間ぐらいを結局打って、でゴールドを取って、でシーザース行ってダイヤモンドもらって、でそのままコロナで一回更新できそうになかったんですけど、うまいことファルコンさんのおかげもあってゴールド維持できて、でまたダイヤモンドもらえてっていう感じで、めっちゃでかいですよ、シーザースのダイヤモンドカード。ウェイティング飛ばせます。去年までは。今年どうなるか分からんけど、 WSOP のトーナメントレジストって、そのコロッサスとかめっちゃ多いミリオネアメーカーとか大きいトーナメントやってやばいぐらい並ぶんですよ。1000人とか並ぶんですよ。だから並んでてもトーナメント入る前に2時間かかるとかもそのままザラで、でダイヤモンドカードは奥の空いてるレジストの方行けるんですよ。まあ、そっちは大体ポーカー強いやつかお金持ちなんですけど、でそっち行ったら、まあ、最大でも2、30人も並んでないぐらいなんで、15人ぐらい待ったらペペペってすぐ行けるんで、だから1000人並んでる方のスタッフが7人ぐらいで、2、30人しか並んでない VIP のそのレジスト場所も4、5人なんですよね、スタッフが。そう思ったら速さの違いやばいですよね。だからまあ持ってる方とかお金持ちの人とかバカラとかブラックジャックする人はさっさとカードのステータス上げた方がめちゃめちゃ有利に立ち回れますよっていう感じですね。どこや、280時間打ち切りましたね、ほんと19日で。確かそれはね、メインイベント終わってからやったんですよ。だからもうやる気全然ない時期で、しかももうテーブルもめっちゃ減ってきて盛り下がってくる時期やったから、そんな中よく打ったなと思って、だからその時打ち始めたのがミックスやったんですよね。ミックスの一番安いレートをもう終始度外視して毎日それ長時間打つみたいな。カジノのメンバーズカードって使用期限パスポートの期限切れと同じになりませんか。ベガスじゃなくて韓国の確かダイヤモンドかなんかにしてもらってすぐに期限切れになりました。韓国のダイヤモンドはジャンケットどこになりました。なんかね、あそこのダイヤモンド、いやその茶柱さんがめっちゃいろいろそのめっちゃバカラとかしたはったんやったら出てちゃいますけど、なんかね、日本のジャンケットからダイヤモンドに簡単になれたんですけど、日本のダイヤモンドカードの人間が全然金も使わんとダイヤモンドの特権ばっかり利用したから、ダイヤモンドがすぐプラチナに降格させられたっていう時期があったんですよ、事件があったんですよ。僕もそうなんですけど、だって僕らポーカープレイヤーなんて金使わないじゃないですか。そのもん利益なんか安いし、バカラとか全くせえへんから、もうひどい客なわけですよカジノからしたら。しかも金持って帰るし、1年間ですね多分で、コンプは半年ですね。茶柱さん、毎日15時間ってえぐいですね。暇つぶしもプロになりそう。俺はゲームするからな、ポーカーしながらゲームするから、なんやかんや。でもミックスはゲームしてなくてもずっと楽しい。だって忙しいもん、ずっとやってられる。もうホールデムはもうゲームするしかない。あんな暇なゲームしないな今年も多分。携帯ゲームとかめっちゃ強くなるからね、僕はポーカーばっかりしてたら。ポーカーだけでダイヤモンドになれるんですね、ありがとうございました。年に数回の私には難しそうですが、ゴールドは簡単ですか。半年以内に何百時間やったかな、400とかそんなんでいけると思いますよ。450とか。ミックスゲームのテーブルの平均年齢は55歳ぐらいですか。そこまでは高くないかな、僕ぐらいか、かすかに僕より上かな気がします。でも所詮強いやつは20代ですからね。トップレードに座ってるバリバリ強いやつはもう20代、まあ言ってても30代、それはまあ当たり前だから。逆に48とかめっちゃ安いレートは
確かに55歳ぐらいかも。だって僕ミックスゲーム始めた日でも買ったもん。多分プラの中のテーブルやったなって思いました。基礎のポーカー力が違うから、ルール知らなくても結局まあ勝てるっちゃ勝てるんですよね。やっぱりポーカーってどのゲームにも汎用性があるというか、ホールデムが強い人で他のゲーム弱い人とかも基本的にありえへんし、あでも木原さんが前いいこと言ってた、ホールデムが強くて他のポーカーが弱い人はブラフが上手い人、ブラフがよくできる人がそのパターンになる。で、もちろんリミットも強くてホールデムも強いという人は普通。でもその逆の場合、さっきのホールデムは強いけどリミットが全然あかんっていうのは、基礎の数字的なポーカー力が弱くてブラフを頑張ってできるとか、クリエイティブなブラフができるとかっていう人がそれに当たるって言ってましたね。資質としてはそんな感じです。だから僕は圧倒的にリミットの方が資質がありますね。クリエイティブなクレイジーブラフとか多分人生で2回ぐらいしかしたことないし、その2回のクレイジーブラフ2回とも捕まってますからね。ミックスゲームは木原さんや大野さんみたいにポーカーのたくさんのゲームの理解して駆け引き数学に強い人が有利ですか？そうですね、あるゲーム、新しいゲームを見た時に最適解が浮かぶ人が一番いいんですけど、まあ7、80点までさっさといける人が強いですね。ホールデムはもう100点までの答えがしっかり出て、それをもうずっとどんだけ研究できるかっていうゲームなんですけど、ミックスゲームはもう毎年増えますし、去年も 3,4 個増えたし、で、スタレディングゲームもあるし、だからパッとやった瞬間にすぐある程度の答えが出せる人が強いですね。だからポーカーの基礎的なところはもちろんですよ。だって、アクションが鼻から下手な人が新しいゲームでいいアクションできるわけないし、数字強い人の方が今いる状況で最適なアクションを考えれるのが早いから。あーでもそうですね、たまたまそれこそ僕とか木原さんって今ポーカープロの中でトップの計算の速さやと思うんですよね。確かに計算速い人多いかもしれないですね。ミックスゲームはカジノによって違うんでしょうが、基本テーブル一周するごとにゲームが変わって10種類のゲームを繰り返すんですか？いや、テーブル一周が多いは多いですね。でも6ハンドとか5ハンドとか7ハンドで決まってるとこもあるし、テーブル一周が一番いいですね。システムとして。ボタンがディーラーを通り過ぎたらゲームが変わる。このシステムが多分秀逸。10種類かどうかわかんないです。テーブルによります。少ないとこやったら3とかもありますよ。2とか3とかもあります。多いとこやったら僕が一番多かったのは18とかですかね。だから一回やったゲーム次回ってくるの3時間後とか4時間後なんですよ。今は漫画倒せ、内容は脳引きだけ、何回やっても